ノクさん、こんにちは。確かにね、毎日のニュースの中で、失業ですとかね、転職ができない、転職不能という状態です。転職しようと思ってもね、年齢の問題もあるし、それから業界がどんどん縮小してなくなっているし、ただでさえ、この就職難の時に、もうね、転職先が人員整理してるわけですから、もしくは転職先が今にもなくなりそうなわけなんですよ。もうそうなると、転職が不能ってこともあります。あとはね、意欲の問題もありますね。さすがにね、40半ばとか40後半で転職しようって、まず意欲からして起きないですね。これもね、本当にその通りだと思います。そうなると、自ら命を絶ってしまう自殺みたいな問題もあったりね。あと住宅ローンですよ。住宅ローンの解約がもう本当に増えているということで、市場ではですね、二束三文になってしまった任意売却、任意整理の物件がかなり出てくると。もう中にはすでにね、夜逃げを報告されている例もあります。私のところにもね、相談事が結構あるんですけども、もうね、はっきり言って手に負えないものがあります。ここではちょっと割愛させてもらいますけども、本当に気の毒だなと。2、3年前まではこんなね、人生があるなんて思わなかったものが、この2020年、1年にしてもう一気に変わってしまった。そういうことでね、もう目の前真っ暗になって、今までいろいろとね、手を打って、そういう方でもね、やっぱ保険に入っていたりとか、貯蓄を少しずつしたりとか、将来のためにいろいろとね、準備をしていたりっていうものがありましたけども、なんせね、2020年、1年にして一気に来るもんですから、もう本当にバタバタっとね、倒されるように、次から次へと打つ手が閉じられていったということですよね。かといってね、じゃあインターネットのスキルが高いかとかね、ネットビジネスがいきなりできるかっていうと、これはね、本当に私でも思いますけども、ある一定のやっぱ時期が必要なわけなんですよね。いきなり明日からリモートワークできるか、いきなり明日から通販でいろいろとね、取引して利益を上げることができるか、なかなかこれはきついと思います。中にはね、やっぱりこう、うまくやってらっしゃる方もいると思いますけども、なんせ今ね、市場が縮んでるわけですから、市場が縮んでしまったところで、もう、椅子取りゲームですよね。もう、座れない人が何人かいるっていうのは確定なわけですよ。いや、これはね、なかなかきついなと。本当に、これからどういうふうにすればいいのか、絶望されている方もいると思うんですよね。そもそも例の感染症ってのは本当に危険なのかってことをよく考えていかなければなりません。なぜならね、感染症にかかってない人が、こう、自殺者増ということでね、かなりお亡くなりになってるんですよ。具体的な数字ってのはちょっと頭に入ってませんけども、警察庁の調べでは、もう自殺率がね、3割、4割上がってるそうなんですよ。これ、本当にね、感染症みんなで恐れるがあまり、死ななくてもいい人が死んでるといい例なんですよ。恐れすぎるとリスクが高まるんですよね。何にも感染もしてない、周りに病気になってる人もいないのに、命を絶たねばならない。職場が閉じられていくという、こういうふうなね、本当におかしな状況になっています。で、昨日、分科会のね、なんですかね、番組ありましたよ、報告がね、西村経済担当大臣と。どういうことかというと、GoTo なんとかイベント、これはね、全くやめる気配がない。でも、皆さんには、いろんなね、レジャーを自粛してくれという、ね、このわけのわかんないことになってるんですよ。アクセル全開でブレーキ踏むみたいなね。もうね、どこまで行っても GoTo なんとかキャンペーンっていうのをやめられないというね、誰かのメンツを守るためとか、業界の一定の人にね、お金を流すためにこれはやめないと。でも GoTo なんとかキャンペーンがある限り、あらゆるところでね、いろんな疾患が広がっていって、クラスター問題も起きてると、これも明らかじゃないですか。だからね、これね、一体ね、何のためなんだというほどになってきます。本当になんかね、私たちはね、とんでもない人たちにこの国の、舵取りを任しているんだなと。その上でも選挙に行く人が半分というね。ですからね、これね、選挙に行く人が選挙に行かせる人、なんて言いますかね。だからね、何もかも自分たちに返ってくるんですよね、こういうことが。やったこと、やらなかったことがね。だからといってね、自己責任で終われるような話ではありませんしね。いやー、でもね、この今流行ってる、ね、感染症ね、なんかひどい言い方すると、これに打ち勝つ人が次の時代に、進んでいけるってことなのかなとも思いますね。お亡くなりになっている方や重篤化になっている方っていうのは、数では測れない部分がありますけども、極めて少ないんですよ。これオーバーに感じすぎていて、このままいくと感染症にかかってもいないのに死んでしまう方や職を失ったりとかね、もうお金のない方とか行き詰まる方が増えるだけですよ。これ恐れる意味が私はないと思いますね。だから、私もね、そうは言っても、誰よりも高い感染症対策はしてると思います。まず人に接触してないですからね。この時点で私はね、もう最も貢献してるって自分でも思います。人に接触してないわけですから。だからといってね、多くの方が一生懸命、いろんな職場とか、
生活の中で接触していることを、非難するわけではありません。これはもう致し方がないことですから。でもやっぱりみんなで、意識を変えないといけないのは、これは恐れすぎと、やりすぎやりすぎて、はっきり言ってね、消極的に人を殺している、お互いに人を殺しているところがあると思いますんで、もうその今回の感染症が、鎮静化したところでね、なんとかなったところで、死ってものは避けられないわけですから、みんな死ぬわけですから、何かの原因で。で、今回の感染症で死んでしまう可能性っていうのは、その他の死の可能性に比べると極めて低いってことを言ってるんですよ。これはね、何を恐れるかっていうのはもう人それぞれ違うんで、私はそういうふうに考えることができますけども、そう考えられない人が多かったりとかね、そもそも情報ソースが、テレビで作り上げられたものに頼っているってところもあるんでしょうかね。いや、もうちょっとね、打つ手なしというところでさ、何に打つ手なしっていうのは、その感染症に対して打つ手がないっていうよりも、感染症を恐れる心に打つ手がなしということですよね。本当にね、自分が感染すればどうか不安だったら PCR 検査は受ければいいわけなんですよ。何度も言いますけども、自分で受けることができるわけですね。こんなの保健所通さなくてもね、別に誰かに許可得なくても勝手に受けることができるんですよ。それこそ毎週毎週毎週受ければ、自分が何にもかかってないってことが分かれば、マスクをする必要もね、ぶっちゃけないですしね、大胆に生きていけると思うんですよ。家族とか周りの人にも勧めたらどうですかね。私が言いたいことは特にそんなにね、たくさんはないんですけども、あんまりね、この手の話題を出すと私散々動画は消されておりますので、この辺にしておこうかと思います。のくさん14日土曜日はね、会いに行くつもりでございます。これはどちらかというと、のくさんに会いに行こうかなって感じですね、どっちかというとね。お話も聞ければなと思いますけども、ちなみにね、この日ね、令和新選組の山太郎さん、広島、パルコ前なんですよ。袋町交流プラザとほぼ同じところですから、歩いて行きます。すぐ行きます。多分ね、あっという間着きますよ。2、3分のところですよ。私もね、このダブルでね、楽しめればいいかなと思ってますけども、当日かなり寒いと思いますので、防寒対策していらしてください。そんなところですかね。はい。では、本日もありがとうございました。ノクさん。14日、もしかしたら、ご一緒できると思いますんで、袋町。よろしくお願いします。